はい、皆さんこんにちは。レブラ君と怪しい仲間たちの時間です。本日も出演ははい、予備役ブルーリボンの会代表の荒木和弘と幹事長の桂木奈美とレブラ君です。そして本日のゲストは約2年ぶりになりますが、はい、評論家の宮崎雅弘先生です。ようこそお越しくださいました。本当にそうですか、2年前でしたっけ。そうなんですよ、私の前の本が出て割とすぐぐらいに来ていただいて、その時予備役ブルーリボンの会の関係者が立て続けに本を出していて、それ宮崎先生が片っ端から書評を書いてくださってっていうことがあったので、そんなタイミングで来ていただいて以来なんですが、今日はですねちょっと宮崎先生の本題に入る前に、私どもの代表が荒木が今大変怒っております、はい、その話からいきたいと思います。はい、はい、8月2日ですが、14日まで横田めぐみさんの写真展、これは主にお父さんの茂さんがずっと写真撮ってたものをですね、展示するのを日本橋の高島屋でやっておりまして、でこの1日目の8月2日に横田早紀江さんと、それから有本恵子さんのお父さんの有本明弘さんの対談があったんですね。でその対談の時司会をやっていたのが、ジャーナリストの高瀬仁さんで、話の中で田中稔さん、金田辰光さん、これ2人ストックホルム合意の時に北朝鮮側出してきたけども日本政府が受け取らなかった、というケースだったんですが、そのことについて、例えばご家族の立場としてどう思いますかというふうにですね、聞いたんですね。で、そこに早紀江さんはあまり直接の答えがなかったんですが、その時後ろの方でヤジを飛ばしてたやつがいると、で、誰だと思って調べたらば、これが石川翔一郎という、現在内閣参与、前の拉致問題対策本部事務局の事務局長、バリバリの警察官僚のキャリア、なんですね。でそのなんというヤジを飛ばしてたんですか。その高津さんの質問に対して、誘導尋問すんじゃねえよと、でね、これはねどうもいつも結構独り言言う人らしくて、でそれがなんかこう気持ちが激高して声がでかくなったらしいと。あ、なるほど。でただそれをね前で聞いてた人が、ずっとうるさく喋ってるらしいんですよ、でなんだろうと思って振り返ったらね、石川翔一郎内閣参与って歌をぶるさげてたと、でその高須さんが後でその話を聞いて、ご本人のブログにも書いてるんですけども、これけしからんと、いうことでですね、で私の方でもこれ田中稔さん、金田辰光さんということになると黙ってられないんで、公開質問状をですね、届けたんですけどね、で現在、回答を待ってるところなんですが、そもそも本当に思うんですけどね、日本政府というのは拉致問題解決する気がないんじゃなくてしない気があるんじゃないかと同じようなもんだけど、ちょっと違うよね、だからもうそういうことを考えるとですね、改めて、この宮崎さんの小説、はですね、これはまさにそれを取り返すということの小説だと思うんですけども、ちょっとそこら辺の話をお聞きしたいなと、ちょっと前段が長くなっちゃって、いやいや、まだ短いです、もう少しやってください。いやいや、どうぞどうぞ。はい、この「拉致」という小説、宮崎先生何年ぐらい前に出されてたんですか。あとで見たらね、25年前でした。そんな経ってるんですね。文庫になる前に単行本で出て、それから文庫になったもんですからね、文庫になってもう23年で、実はこれ古本なんですよ、やっと見つけてきて、今日の収録のために探してきてくださってありがとうございます。じゃあ5人も帰ってくる前ですよね。そうです、もちろんそうですよ。めぐみさんのことがもう表に出た直後ぐらいですよね。そうそう、ですから書いてる時は表に出ないけどみんな知ってた時ですよ。ほら産経の安倍さんとか、なんか内々に伝えてましたもんね。ですからそういうそのなんていうのかな、要するに本当のことを書くにはデータがない、じゃあフィクションにしようと言って、フィクションに託して、でただそれでも面白くないんでね、日米の特殊チーム作って助けに行く話にしようじゃないかと、日米合同で救出に行くんですね。そうなんですよ。それで要するに特殊な車両を作って、
あの電波の妨害を受けないようにしたり、いろんなことをして準備していくんだけれども、うん、そのチームの中にもやっぱりスパイが紛れ込んで、うん、で非常に話がややこしくなったら、あっという間に500枚超えちゃって困ったもんですけどもね、はい、あの解説を産経新聞の黒田勝弘さんが書いておられて、うん、その中にもあったんですけど、こう真実味を出すためにというか、実際の新聞記事の一部をぼかすような形で、うん、結構引用活用されてるんです、ね、そうです、うん、あのそうそう、黒田さんの記事なんかも助かりましたよね、うん、で、まあ、あの要するに当時の日本の新聞がね、うん、まあ、今もそうなんですけども、みんな薄々知ってるんだけども、うん、絶対に活字にしない時代だったでしょ、うん、あのですからそういう時に、じゃあどうやって、新聞が書かないのに我々がどこで書こうかね、うんうん、発表場所ってないんですよ、週刊誌だってあんまりやってくれないですね、うん、じゃあ小説にしようと言って、そういう話をしていたら、その徳間書店の人が、はい、それは面白い、行こうと、まあ、結局出版社しかなかったですね、こういう出してくれるのはね、まあ、あの25年前ってまだあれですよね、うん、あの北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国ってわざわざ、うん、あの国名をつけてた最後も終わりの頃ですよね、そうなんですよ、あのその時はあれですね、その後から要するに拉致被害者が5人ぐらい帰ってきた時の後からじゃないですか、うん、北朝鮮って言い出したの、ね、いや、もうちょっと前からですね、あ、そうですか、だからミサイル撃ったりしたことで、だいぶその気楽になってきたというか、うんうん、まあ、多少あの文句言っても大丈夫だなというふうに、うん、みんなこう横並びで見て、はい、で90年代の後半になったらば確かもうあんまりつけてなかったんじゃないかなと、まあ、社によってもちょっと違ったかもしれませんけど、ね、いや、あの講義の時はね、例えば文藝春秋なんかが週刊誌で何かちょっと書くとね、うん、60人ぐらいすぐ座り込みに来るんだよね、しかも3日3晩どういう人が来るんですか、いや、プロの活動家じゃないですか、でみんなもうそれが嫌なんで、ね、めんどくさくて、それで書かないと、あ、ことあったですよ、そういうプレッシャーがあったんですね、まあ、プレッシャーって心理的プレッシャーですよ、まあ、だからそれでね、自己規制してしまって、なるほど、かない、ね、いや、そんなこと言ったら中国だってそうですよ、なるほど、あのね、中国の批判なんてね、なかなかできなかったんです、うん、でね、ですから私なんかパーティーに行ったってみんなあの白い目で見るんだよね、あのやつが来たとか言って、えそれがね、はい、一転して変わったんです、1989年6月4日から、うん、あのね、何ですか、いやいや、批判してよくなったんです、天安門事件でね、学生に鉄砲を撃ったと、こんな悪いやついないって一斉にね、それこそ朝日新聞から、うん、批判始めたら、うん、そしたら今度またパーティー行くとね、今度はね、昨日まで横向いてたのがね、うん、いや宮崎さんってさ、10年の友達のように近づいてくる、あ、そんなに劇的に変わったんですか、結局ね、日本のジャーナリストってのはそういう根性の人が結構多いなと、あのいう気がしましたよ、なるほど、確かにあの時はもう戦車を引いたりしてね、衝撃が走ったので、うん、まあ、それを経験ってわからないじゃないですけども、その前がそこまで逆に白い目で見られるほど、うん、中国を批判したりすることができない空気感が、そうそうそう、強かったですね、いや本当ね、あのちょっともうちょっとその話広げますとね、あの例えば中国からの亡命者が1970年代後半から80年代前半にかけてね、それ科学者からお医者さんから周恩来の医者を面倒見た人とかね、いろんな通訳からね、70人ぐらい台湾に亡命したんですよ、それで私は台湾行って全員に会ってインタビューして、それで中国の悲劇という本を書いたんだけど、みんなね、出したって知らん顔してる、新聞はどっこも消費をしてくれない、うーんそれで、うん、あいつは台湾のスパイだとかね、うん、まあ、いろんなこと言われましたけれどもね、うん、今見てくださいよ、もう中国批判なんて若い人ゴロゴロする、そうですよ ね、そっか、今の人はそんなことは全くこう知りも知らずに堂々と批判しているような気がしますけど、いやだからもう頼もしい限りでね、まあ、だからもう私なんか出る幕ないし、いやいやいや、まあ、だけどあの、これね、その話中国でしょ、で北朝鮮も、まあ、朝鮮総連怖くて言えなかったわけでしょ、そうそれ別にそういうものが治ってるわけじゃないんですよね、治ってはいないんです、そのさっきの石川俊一さんの話なんかね、おそらくね、あの
半分以上はマスコミはみんなもスルーですよ。でこれ警察批判もあるから、うん、だから警察とやっぱり喧嘩したくないから、みんなも警察の批判ってのは、今だからその木原誠二のことなんかはね、うん、出てきたりしてると、まあ、そこでこうなんかこう出たりするけども、うん、みんな横見てて、これだからもう中国でも北朝鮮でもみんなそうなんだけども、うん、横見てて、うん、みんなで渡れば怖くないで、渡るかなってなったらみんな一番最初に渡ると、うん、渡らないと思ったら自分だけ出てくということは絶対しないという、うん、これまあ日本人の差がなのかどうか分かりませんけど、うん、いやそのくせ外国人記者会でさ、BBC とかなんかが、批判をすると今度一斉にね、まあ田中家の時そうでしたもんね、なんだかこの情けなくなってきますね、日本人のこの主体性のなさというかね、なんか我こそはっていう気概で動けない、そういった方は宮崎先生とか荒木さんのような希少な方しかいらっしゃらないっていうのがね、横目じゃなくて見えてきちゃって、なんか寂しくなりますけども、いやまあそれはね、いや教育のせいもあると思いますよ、うん、何しろほら体育の授業でも武士道も勝負の精神も全て教えないじゃない、そうです、戦っちゃいけないって教えてるんだ、そうですねそれじゃあれですよ、戦闘精神もなくしちゃうし ね手つないでリレーのゴールしてたらね、うん、ますます弱くなってきますよね、だって運動会でさ、1等賞2等賞がないんだもん、はい、とんでもないと思いますが、ちなみにこの小説に託して発表されたこのラッチの反響というか反応はいかがだったんですか、と反応がね、実はほとんどない、そうか、売れてるんだけども、ね、反応がない、それこそ書評を書いてもらえなかったり、そうだったんですね、ただね、単行本にして文庫でしょ、ということは相当売れたには違いないんですけど、なるほど、ね、文庫になってること自体が売れた証拠、ただ劇的な 反響っていうのはなかったですね、まあ、時期が早かったっていうこともありますよ、平壌で私は生きていますっていうね、手紙が来るんですね、この中でね、ちょっとこの小説は改めて流行らせたいなと思いますので、でも私アマゾンで検索したけどパッと出てこないんです、そうでしょ、そうなんですよ、ですからどうしたらいいんだろう、まあ古本屋とか図書館で探す、まあ、古本屋さんしかないね、まあ、まずねぜひこの存在を皆さんに知っていただきたいと思いますね、そしてこのままじゃラッチ問題本当に解決できないんで、このままじゃいけないっていう声を一緒に上げていただけたらと思います、ということで宮崎先生にはまた来週もご登場いただきます、最後までご覧いただきましてありがとうございました、ぜひ、この動画のいいねボタンのクリックとツイッターのフォローもよろしくお願いいたします、宮崎先生ありがとうございました、いいよ、はい、ではまた来週、もう終わっちゃったの